自分の体験した話。小学生の頃、王君というクラスメートが交通事故に遭った。その日は偶然王君の近くに住んでいる子と遊ぶ約束があり、遊んでいる最中に、そうそう、王君帰りに車にぶつかったらしいよという話を聞き、大丈夫かな、明日学校来られるかな、お見舞いに行かなくちゃなと小学生らしくそれくらいの心配しかしていなかった。その晩夢を見た。小学校の校庭でいつものように休み時間ドッジボールをする自分たち。そこへ担任に伴われてやってくる王君。皆さん、突然ですが王君は今度遠くへお引越しすることになりました。なんで、どうしてと騒ぐクラスメート。本当に急でごめんねとすまなそうに言う王君。今度遊びに行くからさ、住所教えてよと多分自分が言った言葉に王君が答える。でもみんなが来られないくらい遠くなんだ。そこで目が覚めた。真夜中だった。もうその先は予想がつくと思うけれど、王君はその事故で本当に遠くに行ってしまっていた。真夜中に一人で。その話も翌日どこで入院しているのかなと言いながら登校した朝に泣き晴らした顔の担任から聞いた。あらかじめ彼の事故を聞いていたから見た夢なのかもしれないが、あれは王君が別れの挨拶に来てくれたのだと今も思っている。